あの言うかどうかわかんない。でもね、ご先祖様っているね。ご先祖様ってね、多分ね、なんか上かわかんないけど、どっかでね、旗振ってるんですよ。愛ちゃん、頑張れ！愛ちゃん本名なんつって。愛子ちゃん。愛子頑張れ！って振ってるんですよ。そう。で、僕いつもね、これ YouTube で一緒だったんだけど、墓石ってね、あのタブレットなんですよ、あれ。墓石の前に行って、こうやってヒュイン、ヒュインってとこ、ご先祖様出てくるわけですね。で、そこにこうお参りするわけですよ。あれはもう、ありがとうございます。命をありがとうございました。で、僕、売り上げまだ上がんない頃とか、株式会社になって間もない頃、何してたかっていうと、ひたすら墓参りしてたんですよ。墓をもう、おじいちゃん、おばあちゃんの背中だと思って、ひいじいちゃん、ばあちゃん、会ったことないけど、背中だと思って、キュキュキュ磨きながら、月にね、3、4回してたじゃないかな。もっと行ってたから、もう毎回毎回、当時お金もないから、毎回鼻代かかるんだけど、もうこれだけは、と思って。で、毎回ご前様にこう、お祈りしながら、もうね、津田家を代表して、もう世のため人のために、絶対この命と体使わせてもらうから、どうか僕にその役割をくださいっつって、やってたんですよ。で、僕は、出会いは、ご先祖様同士のマッチングだと思ってる。だからみんなも、だから、そうやって出会ったんですよ。だって、この風亭の男と、梅田駅ですれ違って友達になってくれる？何あの人って感じでしょ。なんで和服なのみたいなね。何あの柄みたいなね。でも、友達になったじゃないですか。多分ね、言ってるんですよ、ご先祖様同士が。友達になろう、ならした方がいいと。うちのやしゃごとうちの孫をみたいな感じで。なので、絶対あるんですよね。で、僕は墓参りして、この命と体そうやって使ってくださいってずーっと言ってたら、ある人に出会いました。お前を応援する。お前はもっと売れるべきだ。お前のメッセージを日本中に伝えるべきだって。俺がお前を売ってやるっていう、熱い熱い、つるっぱげの男になりました。だから僕は、ほんとカモさんってお父さん大事にしてるんですよ。僕カモさんにね、会うたびに言います。カモさんのお父さんにも、本当に俺言いたいって。僕のご先祖様と、カモさんとこのご先祖様が、話し合いして、電話してくれたんだと思ってる。一緒に風呂入りながら、カモさんも涙流して、きっとそうだよなって言うぐらい。絶対いるんで、もしよかったらね、心を送るだけでもいいんで、お母さんとか、ちょっとね、こんな時ご先祖様に頼ってみて。私お母さんと仲良くなりたいの、一生懸命頑張るから、お母さん大切にするから力貸して。あいつどう、自分の息子がさ、自分が死んだ後よ、息子不幸になれと思う？ 100% 思わないじゃん。あの世行ってからも頑張れと思うじゃん。この息子の子供どう、孫、あの世行ってから不幸になれって呪いを送る。絶対送れないじゃん。じゃあ頑張れて、もう孫だろうが、ひ孫だろうが、やしゃ子だろうが、ずっと多分応援してるんですよね。多分、この中にもいるんでしょうけど、ね、血のつながりっちゅうぐらいで。ね、こんな血なんてだって、おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃんの愛の塊ですから。ね、出て、しかも今より、ほんの100年も遡ったら、僕らのひいおじいちゃんぐらいの世代、ひいひいおじいちゃんぐらいの世代なんて、疫病があったり、病があったり、戦があったり、飢饉があったりして、今よりも生きにくかった時代なんですよね。それを命をつないでくれたから今自分がいるはずなんで、うん、ご先祖様がこの上にいるとかいないとかじゃなくて、絶対いるんですよ、自分の中に。うん、神道でもそれ大事にします。遠罪親の神って言うんですけど、うん、ご先祖様の中でも、だんだん神様になるんですって。ちょっとずつ神様になるんですって。遠つみ親の神って読みますけど、神道のとんでもない人とちょっと知り合いなんですね。僕、お世話になってるんです。で、この方は皇室に対しても神道のそういう儀式とかをお伝えしているようなとんでもない方なんですけど、この方が、要は長年ずっと神道を研究してきて、そして多くの人々を指導していく中で、どういう人が成功するか。どういう人が仏心ともに幸せになるか。結論ただ一つだって言ってました。遠つみ親の神と繋がってる人って言ってました。つまり、親とかご先祖様大事にしてる人。これしかないって言ってました。な、もう何千年、1200年とか、伝統のある家なんですけど、そのね、神道の一派っていうのは、その人もそうやって言ってましたね。僕別にその人の弟子じゃないんですけど、お世話になってて。
そういうことなんだ。なんでね、ちょっと行ってみてください。行ってみたり、心を送ったり、心で墓参りしてみたりすると何かが変わるかもしれません。ちなみに僕はスピリチュアルな人間ではありません、ね、けどね、そういうことすごい大事にしてる。変わるといいね。またカウンセリングでもしようね。ありがとうございます。みんなでお会いしましょう。ありがとうございます。いつもご視聴ありがとうございます、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。